皆さんの中にはダイエットのため、健康のため、お肌のためなどヨーグルトを積極的に食べている人も多いのではないでしょうか。ヨーグルトといえば乳酸菌やカルシウムなど体に良さそうな栄養が取れ、ヘルシーなイメージがありますよね。ただ実際ヨーグルトのどういったところがいいの？ヨーグルトを食べても便秘が解消しないんだけど、ヨーグルトってどれを選べばいいか迷うなんて思ったことはありませんか？実はヨーグルトの選び方や食べ方を間違えると、せっかくのヨーグルトの効果が台無しになる可能性もあるんです。ということで今回の動画では痩せるヨーグルトの選び方、食べ方を徹底解説していきたいと思います。最後にはヨーグルトのダイエット効果、健康効果をさらに高めるおすすめレシピもご紹介するので、ぜひチェックしてみてくださいね。ヨーグルトのメリット1つ目です。腸活に効果的。ヨーグルトが腸活に効果的なのはすでに有名ですよね。それはヨーグルトには善玉菌の一つである乳酸菌が豊富だから。そして乳酸菌を摂ることで腸内環境が良くなると、体にとってたくさんの良い効果をもたらされるんですね。例えば便秘が解消する、痩せホルモンが分泌されやすくなる、免疫力がアップする、肌やメンタルの状態が安定するなど、そのためダイエット、健康、美容という全てにおいてメリットだらけなんですね。ちなみにヨーグルトは商品によって含まれる乳酸菌の種類が異なり、人それぞれ効果を感じやすい乳酸菌っていうのも違うので、自分に合ったものを探していくっていうのがおすすめです。ヨーグルトのメリット2つ目です。栄養が豊富。冒頭でもお伝えしたように、ヨーグルトといえば乳酸菌、カルシウムといった栄養が有名ですが、実はヨーグルトには他にもたくさん栄養が含まれているんです。例えばタンパク質、糖質、脂質、ビタミン B1、 ビタミン B2 などです。特にタンパク質は代謝アップ、美肌に欠かせない栄養素なので、綺麗に痩せたい女性にはもってこいですよね。またビタミン B1、B2 は糖質や脂質をエネルギーに変換してくれる作用があるので、食べても太りにくい組み合わせになっているんですよ。特に生理前の女性、更年期以降の女性はカルシウムが不足しやすいので、ヨーグルトを積極的に摂ることがおすすめです。ヨーグルトのメリット3つ目です。継続しやすい。皆さんは健康やダイエットに良いものってなんとなく味気ないものが多いイメージってありませんか？その反面ヨーグルトってデザート感覚で食べられて美味しいですよね。なのでお好きな方も多いのではないでしょうか。加えて調理の手間もなく、お値段も比較的お手頃な上、どこでも手に入りやすい。これらのことからヨーグルトは毎日継続して取り入れやすいのも大きなメリットだと思います。ではヨーグルトのメリットが分かってきたところで、続いては痩せるヨーグルトの食べ方、選び方をご紹介していきますね。痩せるヨーグルトの食べ方、選び方の1つ目です。1日につき 100g を目安にする。過去の私もヨーグルトがダイエットにいいということは知っていたので、毎日積極的に摂るようにしていたんです。しかし全然痩せなかったその原因はズバリ食べ過ぎていたから。というのもヨーグルトというのは決して低カロリーというわけではありません。また低脂質のヨーグルトの場合は糖質が逆に高くなっているものも多いですよ。なのでいくらメリットいっぱいのヨーグルトであっても、1日につき 100g 程度までを目安に食べるようにしてくださいね。痩せるヨーグルトの食べ方、選び方の2つ目です。食べるタイミングと継続。ヨーグルトを食べるときは得たい効果によって食べるタイミングを決めるのがおすすめ。
例えばヨーグルトの栄養をしっかり取り入れてダイエットを進めたいときは食前、乳酸菌の効果を最大限取り入れてしっかりデトックスしたいときは食後がいいというふうに言われていますよ。また乳酸菌は取ったり取らなかったりでは効果を感じにくいので、毎日継続して取り続けることがポイントです。痩せるヨーグルトの食べ方、選び方の3つ目です。無糖を選ぶ。当然ですが、ダイエット目的でヨーグルトを取り入れる場合は、甘い加糖ヨーグルトではなくって無糖のヨーグルトを選ぶことが大事。そうは言っても無糖のヨーグルトが苦手という方も多いですよね。そんな方は酸っぱさが少ないヨーグルトを探してみるのもおすすめ。例えば私がお気に入りのギリシャヨーグルトは高タンパクで濃厚な味わいなので、レアチーズケーキのように美味しく食べやすいです。特に私が気に入っているのはこちらのカルテノです。無糖タイプですね。タンパク質は 10.2g。 ちなみに無糖ヨーグルトを選んでいても甘味料や甘いトッピングをたっぷりしていると当然ダイエットは進みにくくなります。ただ今から紹介するトッピングなら無糖ヨーグルトでも美味しく食べられる上、ダイエット健康効果をさらに高めることができますよ。痩せるヨーグルトレシピの一つ目です。果物。果物は砂糖などに比べると血糖値が上がりにくく、ビタミンやミネラルなどの栄養もプラスできるので、おすすめなトッピングです。私はこの冷凍ゼリーですね、これいつも買ってるやつ、あといちごとか、いちごもね今冷蔵庫に入ってました。あとねバナナですね、これがお気に入りです。特にやっぱりベリー系は糖質が低めの果物なのでめちゃくちゃおすすめです。とは言っても果物も食べ過ぎてしまうと太る原因になってしまうので、1日につきだいたい片手のね手のひらこれぐらいに収まる程度の量を意識するっていうことがポイントです。痩せるヨーグルトレシピの2つ目です。きな粉とシナモン。きな粉もシナモンも栄養がプラスでき、どちらもダイエット効果が高い食材な上、風味豊かなのでヨーグルトにおすすめなトッピングです。これらをかけるだけでいいので、忙しい人でも簡単にアレンジできるのがいいですよね。特にきな粉は自然な甘みがあるのでヨーグルトの酸味を軽減してくれます。タンパク質やイソフラボンも補給できるので、女性のダイエッターさんにもってこいな食材です。いつも楽天でまとめ買いしてます。またシナモンは血行を良くしてくれる効果があるので、冷え性の方におすすめなトッピングです。痩せるヨーグルトレシピの3つ目です。蜂蜜とこういった煮切りみりんですね。果物やきな粉、シナモンなどのトッピングを加えてもやっぱり物足りないっていう方は蜂蜜でもいいですし、おすすめは煮切りみりんの甘味料です。蜂蜜は栄養豊富な上、血糖値を安定させる効果、デトックス効果も期待できるので、少量の摂取であればダイエットや健康のサポートをしてくれます。で、特におすすめなこの煮切りみりんはですね、その名の通り本みりんを煮詰めてアルコールを飛ばした甘味料なんですが、他の甘味料よりも格段に血糖値が上がりにくいため太りにくいです。わざわざ煮詰めなくっても本みりんを大さじ3杯耐熱容器に入れ、レンジで1分ぐらいチンするだけで簡単にシロップのようになります。冷蔵庫に入れておけば 2,3 日保存することもできるので、ぜひ試してみてください。また蜂蜜の詳しい取り入れ方やおすすめの蜂蜜についてはこちらの動画が参考になります。概要欄に貼っておきますね。午前中にスプーン1杯食べるだけで痩せる、ダイエット講師が教える最強の蜂蜜ダイエットという動画です。ヨーグルト以外の痩せ体質を作る食材や食べ方を学びたい方は私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からお友達追加してあなたのダイエットにお役立てください。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田玲でした。じゃあね、バイバイ。